ワグワンマーセイロイヤルスタビデイナフリスペクト&ナフ感謝ウェズアイドレスジャーガイダンスジャーラストバーライ。おいお久しぶりです。キング感謝愛です。皆さんお元気にしてましたか？いや暑いですね。夏真っ盛りでいい感じですけど、体調とか崩されてないでしょうか？皆さんちゃんと食べてね、甘いもんばっかり冷たいもんばっかりじゃなくてね、ちゃんとした命をいただくご飯を食べて夏を乗り切って楽しんでいきましょう。はい、今日はですね、じゃあマイカからね、遥か東の島国、暑さで言ったらジャマイカと同じぐらい暑いんじゃないかな、ね、何スタジオだっけかなグリーンパイナップルスタジオからお送りしております。はい、それでですね、まあ今回第キング感謝愛チャンネル第12回かななんですけど、ネタがそろそろなくなってきたかなっていう感じもあってですね、今日もそんなにあれなんですけど、今日はですね、面白いものをねオーダーメイドしたので、それを皆さんに紹介していけたらと思うんですけど、まあ、まずですね、僕多分1年365日の間366日帽子をかぶってるぐらい帽子をかぶってる人間なんですけど、まあ帽子じゃなくてタオル巻いてる時もありますけど、まあキング感謝ハゲてるから帽子をかぶってんじゃないか説もあるんですけど、まあこの間見せた通りドレッドロックスでですね、まあまとまってた方が首が楽っていうのが割と単純なあれもあるんですけど、でですね、まあドレッドロックスじゃない頃からでも帽子はですね、毎日361年間366日帽子かぶってるぐらいの人間なんでね、帽子が売るほどあるんですよ。で今はもうドレッドロックスが大きすぎちゃってね、帽子多分100個ぐらい持ってるんですけど、その100個の帽子がもう全然かぶれなくなっちゃってるんでね、それならもうちょっとなんかこうその帽子を売って、でそのお金をもとに帽子をオーダーメイドしてもらおうかなっていうふうに考えまして、ね、まあいわゆるリサイクルというかリユースというか使ってもらって、で結構帽子こだわりあるんで、いい帽子結構持っててですね、割とそれでお譲りしてんですけど、そのまあ売ってる帽子なんかもね、ちょっとねちょいちょい紹介していけたらと思います。はい、それでですね、今売ってる夏のね帽子のラインナップをねちょっとね上げてるんですけど、これなんかめちゃくちゃかっこいいんですよ。頭って、頭っていう帽子のね、帽子専門のところの、パナマハットなんですけど、頭 UK ってちょっとね、こうね、スカスタイルな感じっていうか、めっちゃいいんですよ。この帽子がめちゃめちゃお気に入りだったんですけど、もうかぶれないんで、ね、これとかもね、麦わら帽子のキャップ版みたいなんで、ね、これはレイビームスっていうビームスのラインですね。とかこれとかはウルトラマスターって言って、前代官山とかにあったUK な感じのお店のね、ハンチングとキャスケットの間みたいなやつですね。これなんかはノースフェイスのワークキャップなんですけど、ゴアテックスなんで、アウトドアとかで、フェスとかでね、急な雨でもちょっとした雨なら全然このゴアテックスのキャップかぶってれば、は
安心ですみたいな、そんな感じのね帽子をね結構まあ1日1個ぐらいね新作を売ってるわけですけどね。これロッカーズのデッキ、オーバーヒートの石井さんがねプレゼントしてくれたんですけど、宝物です。でですね、まあなんか結構ラスタなね帽子とか、マーシャルハットみたいなとこもあったんですけど、それはね前面のモッさんが、モッさんってねバンドの仲間だったり DJ のイベントやってた時のね仲間が買ってくれたりして、ね、なんかいい感じに物が回ってお金が回ってって感じです。でそれでですね、そういうお金を元手にオーダーしました帽子を。めちゃくちゃかっこいいのが届きましたね。それがこちらになります。ビヤーン、キング感謝ニュークラウン来ました。色もねオーダーして、なんか、まあ、めちゃくちゃでかいですけど ね、 もうね猫が入れるぐらいでかいですけど、でなんかこちら関西の多分お店だと思うんですけど、エチオアークティックダブロッカーズっていうね、エチオアークアーティクルスダブロッカーズっていうお店なんですけど、結構ねラスタなものとかが多く取り扱ってて、でも基本ここはジャメイカっていうよりかはエチオピアに買い付けに行ったりとかしててね、めちゃくちゃセンスが良くて、結構もう何年もどれぐらいかな、一番初めに買った時なんて多分10年前ぐらいですかね。なんかラスターな布とか買ったりとかね、ちょいちょい使わせてもらってるんですけど、通販でねジャマフェスとかでも出店してたりするんですよ。かなりセンスがいいお店なんで、皆さんもちょっとチェックしてみてください。エッジオアーティクルスダブロッカーズっていうお店、最高です。でこちらの既存のこういう手作りの帽子を作ってるラインがあるんですけど、それもめちゃくちゃかっこいいんですけど、僕サイズがやっぱそれでも合わなくてですね、頭はもともとでかいっていうのもあるんですけど、ドレッドじゃなくてもね、それでドレッドだから余計でかいんで、頭周りをですねこれちょっとね広げてもらって、頭周りを普通のの 2,3 センチ大きくしてもらって、で色もねオーダーして、布の感じとかもね言ったらね最高に理想的な赤のねレッドキャンバスで、ね、作ってくれました。中はねしかもね汚れを見えないか、汚れが目立たないようにね深緑とかでお願いしますって言ったら、もう中もめちゃくちゃかっこよくて、でちょっとね調節できるんですよ。1センチぐらい、これは前1センチぐらいのね調節紐がついてるんで、これでちょっとキュッと締められたりもできるんで、で何よりですねここのブランドいいなと思うのが、こういうラスタな帽子ドレッドじゃなくてもかっこいいじゃないですか。単発とかでこうちょっと上に乗っけてかぶるとか、そういう時にですねこういう帽子ってやっぱぺちゃんってなっちゃうんですよ。なんかそうするとやっぱ雰囲気出なくてね、なんかやっぱりこうちょっとグッと立ち上がって、自立して立ち上がってねちょっと乗っけてるぐらいのがねかっこいいんでね、単発とかでもね。それがねここの帽子はね多分3枚仕立てなんですよ。裏地と表地と中にね多分ね何なんだろうな、なんか布が入ってるんですよね。3枚仕立てだからねこう自立するんですよね。だからドレッドロックスじゃない人でも結構ねこれをかぶったらねかっこいいと思うんですよね。まあこれはちょっとでかすぎですけど、もうちょっとちっちゃいやつとかあるんで、なんでおすすめですね。じゃあでは
いざかぶってみたいと思います。はい、じゃあちょっとこのね、いつものタブルを取ってね、で汗拭いて綺麗にしてかぶりましょう。ちょっとこれかぶるのもね、頭ちょっと一回くぐってからかぶんないとかぶれないんでね。ちょっとライブやるとね、汗びちょびちょになっちゃうんで、中に手ぬぐいとかね巻いてね、それでこうちょっと汗対策で手ぬぐい巻けるように、結構ね、1センチぐらい余裕を持たせてサイズを作ってもらいました。どうですかこれ、かっこよくないですか。ヤーマン最高にハッピーですね。いやこれはやばい、今年買った買い物の中で一番嬉しいかも。それもね、帽子をみんなが買ってくれたからオーダーできたわけで、といってもね、そんなに値段もねバカみたいに高くないんでね、ぜひダブロッカーズ ねサイト見て見てください。なんかいいものをいっぱいありますよ。エチオピアンクロスとかもさ、クオリティ高いやつめちゃくちゃあるし、布とかもね、ラスターのエチオピアの布とかもあるし、まあ結構もう僕ら界隈の人間だったら欲しいものだらけだと思うんでね、最高なんで、みんなでこういう素敵なお店を応援していけたらなと思うんでね。まあレゲエ協会は割とマイノリティな世界なんでね、ちょっとみんなでもユナイトしてね盛り上げていけたらなと思います。勝手に宣伝しちゃってるから大丈夫かなと思うけど、まあ大丈夫でしょう。感謝の気持ちでやらせていただきました。かっこいい帽子やばいね、もったいないから脱いでタオル巻かないと。こんな感じでですね、第12回まあなんてことない動画なんですけどね、もうほんと日々のキング感謝愛みたいなね、まあちょっとまあ気楽に、ちょっとね2週間ぐらい前回の動画より空いちゃったんでね、気楽に更新していきますんで、皆さんお付き合いください。まあ面白ネタも できたら面白おかしくもやっていきます。あとですね、私事なんですけど、葉山の森と海岸にね、オアシスっていうね、もう最高な海の家があるんですけど、そこでですね、毎年8月の最終日曜日、ボブマーレソングスコンテストっていうのがあってですね、みんなでね、ボブマーレを歌う、ボブマーレカラオケ会みたいな、そういうのがあるんですよね。そういったらいいかな。でもなんかもうね、生バンドでね、もうね、最高の人たちがね、生で演奏してくれて、そこで好きなボブマーレの曲をね、歌えるっていう
コンテストなんですよ。しかもなんかそれでなんかこう審査員の方とかがいらっしゃってね、評価審査してくれて、でなんか優勝者にはね、ジャマイカ旅行の往復チケットとかももらえちゃうんですよね。もうめちゃもう相当続いてると思ってね。あれ何年ぐらい続いてるんだろう。30年は言い過ぎかな。でも20年以上は多分続いてる。まあ一時期あの代々木公園のジャマイカフェスでやってたりもしましたけど、もともとはオアシスのイベント、あのホームグローンさんとかのね、あのバンドとかでねやってたイベントなんですけど、まあ今も相変わらず最高のイベントですね。でそこをまあ割とここ何年かオアシスお邪魔してエントリーして出場してんですけど、今年もね2019年8月25日葉山のね森戸海岸オアシスでキング感謝愛エントリーしましたんで、みんなね応援来てくれたら嬉しいなと思うんで、キング感謝愛のラッパが火を吹くぜって感じでね、まあみんなが盛り上がね楽しめるようなね演奏したいなと思うんで、そこもよかったら一緒に夏を水着持参でね、海入りながらビール飲んでレゲエ聴いてキング感謝を応援しに行こうっていうね告知でした。まあまたライブの告知とかもね、まあいろいろ入ってるんですけど、ちょいちょいアップしていくときに告知でもできたらなと思うんで、夏を一緒に楽しみましょう。キング感謝愛と握手じゃないか。まあいいや、そんな感じで今回の動画も見ていただきありがとうございます。 Nuff Respect and Nuff 感謝 With Idolence Ja Guidance Ja Rastafari I and I みんなのおかげで活かさせていただいております。感謝。